あれどうも、はい、へーええええ耳の皮は大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です、はい、こちらはいつでも大丈夫です。皮は来ないでほしい。一段落。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと光ちん忙しくてね。そうですね。今いないんですけど。はい。ちょっとダンボのドーナツ食べよう。でかくない？でかいね。おお。おお。あ、そう。すごい開き方がすごい。あ、そう。うん。ちょっとボーカルね。撮り終わって。何時間撮ってた？結構撮ったね。いただきます。いただきます。うまっ！ダイエットしてんのに一番すごいやつ選んでたから。マジ、うん、カロリー、うん、うまっ、うまっ。いや、しかし順調に取れたの、うん、あの全部、うん、ドラムから始まって。ああ、いや、ほんと、うん、めちゃくちゃ緊張した。あ、そう、うん。サマーアイスフェードアウトの時も同じメンバーでやって、はい、やらせていただきました。あの時とまだ違う今回いや、やっぱ前回はミクっていうのもあって、うん、もうなんか完成って歌がさ後だからさ、うん、なんか全然デモももうメロなんていうの、うん、あれでしてたから、うん、完成形まだ見えなかったから。そうか、めっちゃ怖かった。うん、イメージをなんか想像でしかできなかったから。いや、俺がどんな声で歌うんかとか。そう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 。それに最初時間使ったな、今日。でも決まってからはめちゃくちゃ早かったから。うん、うん、あれで行くってさ、決まったな、今日。うん、俺の、うん、これから決まったわ、うんうんうん、てか、今日あんなにいろんな声出せるっていうのを知れてよかった。うんうん、いろんな声出てた。出てた、うまみが。うん、うん、うまっ、うん。いや、みんなびっくりしてたで。ん？なんて。みんなびっくりしてたで。いや、もうあの私の周りめっちゃビビってた。うま、うん、バーミーの岸波さんやんって。いにしえ感動するやつおったもん。ああ、それはありがとうございます。岸波さんのドラムまた聴けるなんて、うん、いや、まあそのイメージが強かったですけど、しばらくやってなかったんで。うん、ちょっとの、え、なんやっけ、ノースバーガーだっけ。いや、やめ、ちょっと本当に掘らないでほんと本当に10代のバンド、高校生のバンドなんで。そう、まあ、光ちんはその時代から知ってるんで。うん、そう、ほんまやな。そう、フッサ、地元フッサで、立川、立川のライブハウスで出会って、立川の2人だ。そう、そう、そうなんです。全然怖いな。いらん、正直いらん。大きいね。うん、大きい。あんま吉本からやねん。てか俺からやねんけど、これ。ありがとう、食べます食べます。ちゃんと早くない？早くない？うん、これ食べてくださいね、あのねマジで早ミックスな、うん、ラフミックス聞きたいな。どうだった、バンドのレックめっちゃ不安で、なんかすごいバンドをやりたいって言って始まった企画だから、うん、なんか本当にこれ楽しめてるかなみたいな。大丈夫？いや、楽しかったね。あ、よかった、それだけでも大丈夫です。やっぱりスタジオにさ3人で入ってさ、うんうん、レックの前に、うんうん、まあプリプロいろんなこう、まあこんな、ここはこうしようみたいな、まあ喋るよ、うん、それが楽しかったかな。うん、うん、結構ずっと一人でやってたし、うん、でしかもなんかあんまないねんけど、こうドラムから決まって、うん、じゃあここのフレーズ俺こうしようみたいな、なんかみんなで合わすとこみたいな、うんうん、なんなんはバンドやったな。そう、だから先になんか決めた感じになってて、だからごめんって思ったけど、うん、いやいやいや、でも結果変えたとこに合わせてくれてすごい嬉しかった部分がめっちゃ多かった。感想とかね、そこ、うんうんうん、あのギターソロとかが決めは良かったね、うん、ギターソロ最高だった。あ、マジ、うん、
最高。俺人生初ギターソロかも。あ、ほんと。うん、え、なのにあんなパターンいっぱい持ってきたの、すごいね。ほんま、うん、オリジナルは人生初やな。いや、なんか最初にスタジオで弾いてたのが、うん、なんかレックの2日前くらいか、うん、じゃん、うん、で初めて弾いて、うん、おこういう感じかと思ったら当日全然変えてきて、うん、すごって思って。いや確かにみんなアレンジしてくるからずるい、ね、ずるいなと思ってあのメロディーの楽器はそれがあるような、うん、羨ましいです。あ、いやそれでよかったわ、あの、うん、合わせるとこで、そのさ、ドラム取って、うん、でギター取ってで、ベース最後やったやん、スケジュール的に、うん、で、その2人でこう、ちょっと合わせてたとこ、うん、スタジオの時はそれこそ別にそんな光ちも普通に弾いてたから、うんうんうん、なんかこれ、そこ合わせてくれたら、うんうん、良さそうじゃないみたいな、確かに話してて、始まったら、うん、合わせてくれてたな、うん、あれ結構なんか聞こえてたんかなと思って。あでも、聞いたことないフレーズでやってくれてたな、うん、嬉しかったね。なんかバンドをやってる感じがすごいした。バンドやったな、うん。今回のレコーディングの感想を教えてください。はい、そうですね、僕は一応自分ではギターとあと歌をレコーディングしたんですけど、楽しかったです。なんかやりたいことできたっていう感じで、なんかね、多分僕みたいな人間が音楽やりたいって言ってこの揃えてくれる環境がちょっといかつすぎて、僕みたいなやつが普通音楽やりたいって言ったらもっとね、なんかなんでしょう、足りない環境といいますか、なんか難しいと思うんですよ音楽始めるの。ただちょっと僕は恵まれてるのかなっていう、そこがエンジニアさんもそうですし、あとは一応自分の音楽のレーベルは立ち上げてるんですけども、はい、それに紐づいてユニバーサルミュージックさんに本当にお世話になって、すごくやりやすい環境、なんか手放しで好きな音楽していいですよって言われて、それがほんまに実現したみたいな感覚がすごくたまらなく嬉しかったです。はい、今回の編成に関して教えてください。はい、僕が歌とギターで、ベースが藤本光で、ドラムが岸波愛っていう、まあ、3人なんですけど、はい、これがやっぱりちょっとその今の音楽の流行とはちょっと真逆なんですけども、とにかく音数を少なくシンプルなバンド編成でやりたいと思ってこういう形にしました。で、結果まあそのドラムとベースの2人とは以前も音楽で仕事したんですけど、その時からのつながりですごくね、それこそスムーズにレコーディングも行きましたし、アイデアも面白いし、でスタジオに3人で入ったりしてほんまにバンドみたいにやってます。はい、ご自身も演奏されているバンドの形態は今回初だと思うんですけども、はいはい、やってみようと思ったきっかけを教えてもらってもいいですか。あ、そうですね、やっぱりうん、もともとやりたくてずっと、はい、もともと特にバンド編成で音楽をやりたいなと思ってたんですけども、はい、ちょっとね楽曲提供とかは今まで結構させてもらったんですけど、自分が歌を歌うっていうのは、うん、やってみたかったですね。まあまあ学生の頃からそういうね、音楽バンドのカルチャーは好きでしたし、はい、だから今回やれて嬉しいですね。粗品さん、今回初歌唱解禁とのことなんですけども、はい、工夫された点などを教えてください。僕その言うてもお笑いでなんか歌ネタとかする時あるんですよ。借金替え歌とかなんか YouTube で結構やったりしてたんですけど、その時ってなんかね、まあ、すごくちょっとふざけた声で歌ってるんですね、正直お笑いやから。今回結構その多分聞いたことない僕の歌声のところとかあります。それはちょっと工夫というか、まあ、自然にそうなりましたね。本気で歌を歌いました。はい、新曲チューブラリン、どんな曲でしょうか。楽曲のポイントなど教えていただけますか。うん、はい、そうですね、なんか結構自分が思ってることを一番表現できた曲になりました。今までも、歌詞は結構山ほど書いてきたんですけど、やっぱりその何ですか、
例えばアニメのタイアップをいただいたときはそのアニメの作品に関すること書きましたし、まあ声優さんに歌っていただくときはなんかそういうまた声優さんが歌ったらいいやろなっていう作詞をしたんですけど、今回自分が歌うわけですから、あと結構ちょっと窮屈になってきて、さすがの僕でも、僕結構なんかお笑いの表現としてうわーって言う方なんですよ、言う方なんですけど、その俺でもさすがになんか最近ちょっと窮屈になってきてるんで、これ音楽のフィルター通したら何でも言えるんで、はい、それがあの良さやと思ってるんで、自分が思ってることも入れましたし、で結構過激というか攻撃的なんですよね、歌詞が。一行ずつモチーフいます、はい、ここはこいつのこと言ってる、ここはこいつのこと言ってるみたいなムカつくやつを考えながらあの作詞しました、はい。この曲どんな方に聴いてほしいですか？まあね、あんまいないと思うんですけど、その僕みたいなやつに聴いてほしいですね。あのほんまにクッオラーっていうやつに、だからうん、若い人かな、それで言うと若くてこうガンなんか一発かましたろうって思ってる野心家に聴いてほしい曲です、はい、はい、では最後に一言お願いいたします。最後に一言、最後に一言、この曲を聴いてくださる皆様へ一言お願いします。はい、本気で音楽やったんでぜひ聴いてください。よろしくお願いします。